じゃあ行書を書くということで復習的にずっとやってます。いくつかの書き方とか筆の入り方とか止め方跳ね方丁寧にゆっくり見ていくということでやってます。万歳客室でこう入ってみたり、でこう止めてみたりね、どこをつなげるか切るか離すか、こういって手を打つのか上からこう順に行くのかっていう書き順を書いてみたりとか、まあいろいろだと思うんですね。恵むに形の字も乱定上に出てきますよね。特に心をどの程度この点をね含めて続けるかということです。もう一本にしちゃうのか独立した点にするのか、こうつなぐかですね。こう切るのかつながるのか、でもまあ印象が変わると思うんですね。形の字で風も散々いろいろやってます。不審鳥だったり大義士の風だったりね、今ちょっと極端に末広でこう書きましたけれど、もっと今ちょっと風信状っぽい外見にしましたけれど、まあ大利子ここ結構立ってたりしますよね。行書の風はね、手打たないでこう折り返すにしてもこの脇をどの程度開けるか詰めるかでだいぶ雰囲気があると思うんですね。で日本の古典だったりすると、まあ、女の豆腐とかねこういろいろあると思うんですけど、ここを強くこう持って口がこうあったりこうしますけれども、まあこれちょっと極端でこれは話しすぎ、これくらいにはしたいと思うんですけれども、まあ、できればこの程度へ。で左は開けたい、右は少しつけても構わないということかなと思うんです、ね。まあ、他にもいろんな書き方とあると思うんです。こう跳ね上げずに止めるとか、ここもうーんこう丸くしてみたりとかね、ここも下を広くするとか、まあいろいろだと思うんです。で総称になればもうこれだけですけれど、で切ってしまってももちろんいいですし、でこ右から左なのか左から右なのかもいろいろだと思います。これあえて、まあ、行書レベルでこう
構中へ収めてますけども、創作レベルになるとね、これをあえて出してみるとかね、ここ広く開けるとか、まあいろんなことをやってたりしますよね。あとはこう払ってしまっても、まあ業者でもね、通用する字は書けると思うんです。で、あと残るは有心福寿とありますね。有心中、特に示す編ですけれども、会社もね、古典だとこう切るパターンと、ここで折り返すパターンと、点も真上じゃなくて少し右へ、この中心から少し右へ行ってからのこういう反りを作るといいかなと。作りがこう膨らんでくるのが邪魔にならないようにということですね。で、ここまで書くと、まあ、実用の初版としては、あと残るはこう都道府県名だったり宛名だったり人名だったり宛名書きだったり周期袋だったりということで一度やってますし、あと季節のことも動画撮ってアップしてますので、まあ、そちらをご覧いただきたいんですけれども、まあ、そのためにもこういった基礎ですね、細かい筆使い、行書の時の折り返しだとか続け返す省略するの組み合わせなんですよね。どこまでその基礎が復習が身についているかで、この実用の応用が思った通り書けるかどうかっていうふうになってくると思います。なので今こう福の字やりましたけど、今こういう福島とか福井とか福岡とかね、こう出てくるので、まあ、それを今じゃあ福島行書で書いてみましょうね。今こういう反りの感じで書いて、で福島は都こう書きましたけれども、あとは福岡もうちょっと固く、まあ、いろんな形でね、少し丸っこくしたり固めにしたりね、いろんな形でこう書いてみると、復習したものが身についているかどうかってことになってきます。なんかみんなそうなんですよね。あと他書きづらい県結構多いですけれども、例えばちょっと群馬と千葉書いてみましょう。
群馬、書きづらい。静岡ランチで書いてみましょう。こんな感じでね、どの程度つなげるか、これですか。この程度だったら十分読めると思うんですね。今回は以上にして、また別の機会に違う テキストを参考にしながら、行書、続け字、崩し字の応用の話をしたいと思います。今回は以上です。